判定揺らぎますディシジョンで倉本和真が動いフルスイングを下しました。ごめんなさい、無理だね、練習してないとバテバテだね。半月板損傷とそれをかばうのになんか足の指とかも曲げれなくなっちゃって、今日初めてシャドウしましたもん、10日ぶりに。本当に何もできなかったの。でも本当練習してなかったんで、もう出ただけでまあ良かったと思うんですけど、本当に KO してグラップリングでどっか行ったら100万円を僕がもらおうかなって言おうと思ったんですけど、ちょっとあの試合じゃ言えなくてやめときました。もう払わないかんぐらいに。すぐ試合できるようにまた作り直してすぐやります。はい。